ミニマリストワードローブ、ミニマリストのワードローブ紹介していきます。コメントいただいてね、ありがとうございます。はい。で、意外と服をね、全部紹介するのって今までやってなかったなと思って、うん、今日紹介していきたいと思います。今映っているもの、これが基本的に自分が着ている服になります。これと、あとはまあクローゼットに入っている、この3着ですね。この3着になります。はい。アイテム数にこだわるなとかって言いながらね、うん、数数えてみると、まあ、クローゼットにかかってるアウター類3枚、パンツが2本、ダウンが1つ、フーディーが1つ、T シャツ6枚、ショーツが2枚、スウェット1枚、靴1つ、ソックス2つ、アンダーウェア2つ、合計21アイテム。はい、21着の服で暮らす男です。よろしくお願いします。まずアウター類から。バブアジャケットです。これもう3代目になるかな。もうずっとこればっかり着てます。1代目はね、師匠からいただいて、古いのをね、お下がりいただいて、それ気に入って、そこから自分でもう2回ぐらい買い回して、もうずっとこればっかり着てます。はい。で、冬もこれで乗り切るんですけど、結構冬は寒いので、中にダウンとか、いろいろインナーを着込んで、しのいでます。はい、続いてアウターの2つ目。ヤマトミチのオールウェザーフーディー。これ加工動画でも紹介してます。はい。レインウェアになります。で、基本的に、まあ山で着るものなんですけど、日常的にもですね、ちょっと雨っぽい日とか、肌寒い日とかに羽織ったりしてます。最高です。軽くて最高。はい。こちらはシャツです。シャツもですね、山道のメリノシャツかな。はい。で、メリノ、やっぱりいいですね。もう消臭効果とか、があって、で、肌寒い日、寒い日も暑い日もいけるっていうか、結構夏とかでも袖まくったりして、もうこれ一枚着てますね。はい。シャツです。はい、一つ一つじゃあ行きますか。これはね、まずあれだ。ヤマトミチさんの、これ、5ポケットパンツ。で、ポケットがね、5個。その名の通り5個あります。で、ファスナーついてたりとか。あとね、このね、これがね、スマホがジャストフィットするポケットで、しかもこう、ちょっとサイド気味にあるので、座った時にスマホがポケットに入ってても、こう、潰れないんですよ。まあ、これがあるから、なんかあの、手ぶら旅とかできるっていうのはあるね、夏場は。やっぱポケットの数っていうのは、結構、ね、多い方がいいっていうか、ミニマリストにとっては。で、軽いし、もうほんと皮膚みたいになってくる。ずっと着てるから。もうほとんど皮膚だね、これは。で、ナイロン100なんで、もうかなりすぐ乾くし、で、ストレッチ性はそんなないんですけど、もう冬場のランニングとかもこれでやるし、もうこればっかり着てる。もう本当に皮膚。はい。で、デニム。これもね、味出てるでしょ、これ。で、僕、デニムファンというか、かなりもうデニム好きで、もうやっぱ90年代の申し子じゃないけど、伊賀大輔さんとかね、そういうもうファッションスタイリストにずっとインスパイア受けてきたんで、もうデニムばっか着てますね。だからパンツはこのもう2本だけでやってる。で、これもうリジットから履いて、ずっとこう色落としていく感じで、だいたい2年周期で、これ切り替えて履いたりしてます。で、今は、これ、いつもあの、RPC とか履くんですけど、これユニクロのデニムなんですよ。で、なんかスタイリストさんの中で、このユニクロのリジットデニムがすごいいいっていう話が、あって、で、ちょっと試してみてくださいっていうふうに、すごいこう、勧められてですね。それでこれ2年間ぐらい履いてたかな。そしたらね、割とこんないい感じになって、すごいなと思って。で、ほとんど形はね、これ RPC なんですよ。もうポケットのディティールとか、もうほとんどこれ RPC。もう完コピってぐらいに。完全にパクってるの、これ。
うん、でまあ大体僕2年周期ぐらいでこう切り替えてて、まあ、これももうそろそろだいぶ落ちてきたんで、次のやつに切り替えようかなっていう感じです。はい、大体でも最近はあれだね、昔はちょっとリーバイスとか履いてたけど、やっぱりアクネとかあのアーペーセーとか、なんかそういうのがちょっとサイジング的には自分には合ってんのかなって感じがしますね。うん、デニムね。でこれもこの間あの登山の時にこれ買った、ダウンちょっと持ってなかったんですけど、インナーをね、やっぱりちょっと寒い時必要だなと思って買った普通の900、980円ぐらいであのメルカリで買いました。ウルトラライトダウン、冬場はね使います。でこれがこれ山道さんのメリノフーディ、これはねちょっとね、まあ、メリノ100なんで夏場ちょっと暑いんですけど、今の秋ぐらいの季節ちょうどいいですね。うん、すごくちょうどいい。でフーディーっていうのはこれ一つであの帽子の役割もこう果たせるので、キャップがあんまりいらなくなるのと、首の日焼けが しにくくなるんですよ。うん、だから首が焼けないのでこれかぶって、山に登るみたいなものは、山に登るのは最高ですねこれね。うん、でポケットが二重になってて、このお腹とか冷えないような工夫がされてたりとか、うん、やっぱりこうアウトドアブランドならではの、でこの絞り効いててね、これがあるだけで結構こう冷たくならないとかね、まあそういうこうちょっとブランド、アウトドアブランドならではの工夫がされてるアイテムです。うん、これもまあ好きで最近ずっと着てますね。あの部屋着とかでも、うん、着てる。はい、でそれからねアンダーウェアとソックスか、これもねあの過去に紹介してますねこれね、ヒアネスの、メリノソックスで、これまあクッショニングがあって、もともとランニング専用に作られてるのですごい履き心地がいいです。あのふわふわで、うん、これはあの一回足通してもらうとわーっていう、うわーって感じで、うん、すごい気持ちいいってのが、うん、分かる靴下です。はい、最近はこれで行ってます。でアンダーウェアは、うん、ちょっとあれですね、これ最近はモンベルのアンダーウェア履いてます。うん、これもねすごい速乾性で軽くて、で昔あのアメリカンアパレルっていうブリーフ作ってるとこがあったんですけど、やはり今日本で入らなくなって、で結構カメラマンの間でそのアメアパのブリーフっていうのが流行ってたんですよ。まあ、トランクス主流の中でね、なんかトランクスってこう四角になってて、なんかミニマリストからしたらこのもたつきっていうか、あのいらないんですよね、なんか余計な生地が多すぎる。うん、でやっぱ結局こうブリーフに落ち着くっていうか、すごいこうピタッとしてあの気持ちいいですね。ブリーフ履いてます最近。はい、でそれから、シャツか、まあ、靴はねあの紹介してますよねこれね、靴は紹介してるのであれかな、過去の動画見てもらえればいいと思います。ビーボベアフットの、トレイルニット、うん、かなりいい感じです。ランニングでも使ってるし山でも使えるしみたいな感じで、もういつもこれだけでいってる感じです。はい、それから T シャツもねいくつか紹介してますよね。このヒアネスの、ミックスのドライブレンドシャツと、あとはねこれはあれかキャプリーンだ、パタゴニアで、この2枚はあのマルジェラのパックティーなんですけど、これねあの今ヨガ練習着としてこれ使ってるんですよ。うん、すごくオーガニックコットンっていうか、まあ、コットン なので使い込めば込むほど柔らかくなって、これもねほとんど皮膚みたいになってくるっていうか、うん、だからなんか毎年あのパックティーをちょっと買い増してますね。もう T シャツ3枚パックを買ってもうそれひたすら着るみたいな、でもう首とかもうヨレヨレになるっていうか、むしろこう自分で伸ばしてヨレヨレにするぐらい、うん、これはね綿の T シャツっていうのはやっぱりこう着れば着るほどなんか良くなるっていうのがあって、まあ、なかなかこうね人前に着ていくのはちょっとこう失礼な感じになるんですけど、うん、でもこれをほとんどヨガウェア、うん、練習着として今使ってます。
で、あとは、岡本太郎の T シャツとか、まあそういうちょっと、その時々で仕入れた、綿の T シャツ。まあこれもほとんどもうヨガの練習着ですね。うん。で、なんか外に着ていくときは、ちょっとこうテクニカルな乾きやすいとか、うん。汗をこう外に出すようなものを着たりしてます。なので今6枚で T シャツはやってます。はい。で、ショーツ。ショーツです。これもね、過去動画紹介してますね、一つはね。これも今、まあ、ヨガの練習で使ってる、まあ、とか、ランニングとか、スポーツの時に使ってる、テスラのショーツ。と、もう一枚は、まあ、おなじみのっていうか、パタゴニアのバギーズです。はい、この2枚。やっぱり、毎日練習するので、ショーツはね、洗濯しなきゃいけないので替えようが必要ってことで2枚持ってます。はい。で、あとはスウェット、これはね、どこだっけ、あれか、ループウィーラーか、ループウィーラーのスウェットです。うん、これもだいぶもう着てますね。で、なんかループウィーラーのスウェットって、まあ結構ガチガチなスウェットメーカーなんですけど、日本に有数の織り機で織って、まあ、こだわった生地で、スウェット生地で本格的なスウェット作ってるメーカーさんなんですけど、お店の人曰くなんか10年ぐらい着れるらしいですね、これね。僕ももうこれ3、4年着てるかな。でもだいぶこうへたってきて味が出てくるっていうか、うん、味が出てきてるんで、ちょっとボロボロになるまで着ようかなと思ってます。はいはい。散らかっちゃいましたね。一応詳細そんな感じです。以上、ミニマリストのワードローブ紹介でした。質問とかね、コメントお待ちしてます。いいね、チャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。